とうございます。おう、先輩もちゃんと参考にしてくださいね。ああ、まあ、何、今日はサンキューの。それじゃ、また学校で。気をつけて帰るよ。後悔してる人もいるし、すごく気持ちよく話ができて楽しかった人もいると思います。でも失敗した人もね、素晴らしいスピーチでしたし、いい経験になったと思います。聞いていた皆さんはどうでしたか？はい、それではいよいよ表彰式です。引き続き小川先生、もう一度お願いします。皆さん、おはようございます。私は M1 クラスの高高です。今は2017年の2月16日、多分8時20分ぐらい、木曜日。今日はね、皆さんと一緒に双葉の一新市を見に行こうと思います。では行きましょうか。おはようございます。
二郎先生、双葉で働き始めのきっかけは何ですか？留学生のみんなに日本語だけじゃなく日本の文化や習慣を教えたかったからだよね。この学校を選んだのは家に近かったから。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、今日はありがとうございました。皆さん、残念ながら今回の CM 制作経費は足りないので、ここでおしまいになります。おはようございます。おはようございます。今回のスピーチはどうと思いますか？去年と比べてレベルが高くなったからもっと面白かったと思います。